マツダのお客様は実はマニュアルトランスミッション車の比率が高いんですよ。だからこそ徹底的に車の機能を追求するスカイアクティブのコンセプトに基づいて一から設計開発しました。特に気を使ったのはシフトフィールです。今回5ミリ短くして45ミリのショートストロークにしました。手のひらを返すだけで小気味よくシフトができます。テコの原理からも分かるように、短くすると操作力は重たくなります。それを克服するためにトランスミッションの中のスリーブという部品を新規に開発しまして、その移動量を極限まで小さくするということで、ショートストロークと軽い操作性、これを両立させることができました。さらにチェンジの最初の時の節度感、これを与えてそれを乗り越えた後、こうスッと吸い込まれるような吸い込み力、こういったシフトフィーリングを作り込みました。1万通り以上の仕様の中から最適な構造を選んで、これによって世界トップクラスな軽量コンパクトなトランスミッションができたというふうに考えています。スカイアクティブ MT はマツダ車らしい人と車の一体感、これを実現するために必要なシフトフィール、何度でもシフトチェンジしたくなるような、そんなマニュアルトランスミッションです。